お正月の残り物で作れる黒豆と栗入り抹茶ブリオッシュを作ります。黒豆の甘煮と栗の甘露煮各 50g ずつ、汁気はよく切っておきます。強力粉 170g、 薄力粉 30g、 バター 30g、 実は入れ忘れて後から入れてます。抹茶 6g、 砂糖 34g、 スキムミルク 6g、 卵1個と卵黄1個、冷水を合わせて 150g にします。よく混ぜ合わせてパンケースに入れます。パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイースト小さじ4分の3を入れ、メニュー13のブリオッシュを選び、具材を入れるのでレーズンを押してあり、粗混ぜを選んだらスタートです。35分後ピピーとなったら蓋を開けて、後入れバターを入れます。再びスタートをします。ピピーとなったら蓋を開けて、具材をパンケースに入れて3分以内に蓋を閉めます。再度スタートをします。はい、焼けました。抹茶の緑色が綺麗に焼けています。暑いので気をつけてパンケースから取り出していきます。勢いよく振って取り出すと形が崩れるので気をつけてくださいね。黒豆と栗入りの和風抹茶ブリオッシュ、ぜひお試しくださいね。